はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、日本酒です。久々にね、白鶴の丸。こちらが 200ml で、値段が100円ぐらいだっけ ?150 円ぐらいだっけ？原材料が米か国産。米麹国産米。醸造アルコール。糖類。酸味料。アルコール度数が13度以上、14度未満。売上ナンバーワン、日本酒ブランドナンバーワンらしい。豊かなうまさ、膨らむ味わい。こちら、ホヤ。ね、買ってきました。ホヤをですね。ホヤを刺身でこういただきます。つまみにはね。やはり、ホヤといえば、ね、これは日本酒が合う。絶対。間違いない。それでは皆さんいただきます。乾杯。あ、なんか、日本酒の風味が少ないな。あんまり日本酒の、なんだろう。米の匂いみたいなのが少ない。うん。あ。うん。うめえ。なんか逆に、あれだな。少ない。うん。なんか、日本酒を水で割ったような味するな、これな。なんだこれ。すっげえ薄いぞ。風味が。白鶴丸。白鶴、酒造。ほとんど風味しないな、これな。なんじゃこりゃ。いや、でも飲みやすいといえば飲みやすい。飲み方。冷やしてが二重丸。室温が丸。ぬる感が二重丸。上感も二重丸って書いてあるね。で、他にも、丸辛口。っていうのと、あと、米だけの丸、純米酒っていうのがあるみたいです。冷やして飲む。あ、そう？冷やしての方が美味しい。仕方ねえな。じゃあ、ロックでいただくか。日本酒をちょっとロックでいただくか。でもこれは風味が少ないな。それが、いわゆる、日本酒嫌いな人には、飲みやすいんだけど、ただ、日本酒嫌いな人がそもそも日本酒を飲むかっていう話なんだ。多分飲まない。おそらく飲まないんで。嫌いだったらそもそも飲まないから。おー、うめえ！ほんと、牡蠣みたいな味。ああ、うまっ。これはたまんねえや。これ生で食っても大丈夫なのかな？あ、これあれじゃないの？なんだっけあれなんじゃない？牡蠣と同じようなあれだから、なんだっけ、病気。インフルエンザみたいな病気。なんだっけ。アニサキスじゃないな。まあ、いっか。当たったりしないだろうな。やばいぞ、これ。当たったりしたらやばいな。でも別に加熱用とか書いてなかったから多分大丈夫だと思うんだけど。すっと飲める軽快な口当たりとともに、白鶴オリジナル酵母と、麹4段による豊かなうまさと膨らみのある味わいが特徴です。バランスよく調和した味わいは様々な料理と好相性です。これ薄い！薄い！ダメだこれ。絶対薄い。日本酒を本当に1対1で水で割ったような味。なんだこの薄さは。日本酒を飲んでる味じゃねえぞ、これ。え、これ本当に日本酒みたいな。え、水で割ってないのみたいな。お前に、水の日本酒割りしてるんじゃねえんだからさ。これ、お前、ダメだ、これ。うん。丸の辛口っていうのを飲んでみたいね。ちょっとね。まあ、今夏なんで、日本酒はちょっとあれかもしんないけど。まあ、冬になったらあれだからね。日本酒三昧が始まる。日本酒はやっぱ冬ですよ。ああ。やっぱり、日本酒は冬。これダメだ、これ。あれだ。料理酒だな。料理酒にしたって薄いかもしれん。なんか料理酒にしたって多分薄い気がする。風味がほとんどないもん。米の風味、日本酒の風味、米の風味が一切ないもんね。いや、一切は嘘だけど。全然しないもん。こりゃ売れねえよ。売れねえよって言っても、売り上げナンバーワンって書いてあるんだから。売れてんのか。これ料理酒としてはいいのかもな。わかんねえけど。単発で飲んだ場合だと、大して良くねえけど、だから、料理酒としては安くていいのかもしんない。うん。この薄さがいいのかもしんないけど、白鶴酒造株式会社。こちら神戸市の会社なんだ。へえ。うまくねえな、これ。ちなみに、Amazon では、だいたい2リッターが1000円ぐらいです。3リッターが1500円ぐらい。2リッターでだいたい1000円ぐらい。だな。あ、でも結構人気だね。人気っていうか、評価は高い。8件のレビューで、4.5。8件のレビューで 4.5。やっぱり親しみやすいこの一杯。爽やかな味わいで爽やかな味わいで大好評を得ている丸シリーズ。爽やかな味わいっていうか、ただのあれだろ。それあれだろ。それ、そうじゃないだろ。爽やかっていうよりは、ただのあれだよ。薄いだけだよ。うん。ただ薄いだけ。お話にならん。日本酒度がプラス1。酸度が 1.2。夏は冷やして、冬は寒で、一年を通じて、ご家庭の食卓にいつも変わらない口当たりの良さ、キレのいい後口。従来にはなかったアルコール度数が若干低いマイルドタイプ。あ、これアルコール度数若干低いのか。確かに13度以上14度未満ってことは、普通のやつとか1度か2度ぐらい低いんだな。だいたい普通の日本酒15度ぐらいだもんね。だからこの飲みやすさなのか。うん。飲用ではなく料理用に長年使っていますというカスタマーレビュー。ね。酒として少し薄いかなという印象はありますが、癖もなく飲みやすいお酒です。だって。おい、なんだこれ。飲むのではなく、お風呂に入れて使います。もったいないと叱られそうですが、体にはいいですよって。いや、よくはないだろう。少なくともよくはないだろう。まあ、薄いな。これを飲むっつったらあれだな。熱燗にして、熱燗にすればそこそこ飲めないことないのかな、これな。冷やだとほとんどあれだぞ。水だぞ。もともと水みたいな味わいがさらに水みたいになった。もうほぼ水だ、これ。ほとんど水を飲んでるようだ。氷を入れると、ロックで飲むと。水だ、うっす。うっす。これあれだわ。これ熱燗じゃねえとまともに飲めねえぞ、こんなの。これお話にならん。これはお話にならんね。もう話のレベルちゃう。コクなし。甘み、あ、これは甘いですね。甘さはあるんだけど。香り、うん、なし。ほぼなし。これは買わなくていい、これは。これはもう二度と買わなくていいな。うん、1322です。ご視聴ありがとうございました。